こんにちは。カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。暑すぎてね、今日も朝からガーデニングしてたんですけど、まあ、実に暑すぎて、で、もうこうなったら夏のスリットバスケットにしようと思って、今日はランタナを買ってきました。ランタナは夏に強い花なので、ちょっとランタナで豪華なスリットバスケットを作ってみようと思います。どうぞご覧ください。ちょっとランタナを贅沢に使った、もうずっと夏中元気な長い時期大丈夫なスリットバスケットを作ります。今回購入したランタナは従来の品種と比べてコンパクトに株がまとまる鉢植えで楽しめるバンダナというランタナの種類です。イエローとホットレッドを購入してきました。全部で5株購入しました。それからアルテルナンセラカメレオンというちょっとアルテルナンセラの中では秋に赤や黄色に色づく葉を観賞するそういう、まあ、葉っぱを観賞する植物を買ってきました。これいろんな色があってこんなに色が混ざってるアルテルナンセラは少ないんですけどこれはカメレオンという種類です。その他にプチキャンドルという着物ミックスって書いてある系統のまあ、小さい系統がミックスされているそういう株を2株買ってきました。ちょっと真夏に元気なちょっと色がすごいよねっていうスリットバスケットを作ります。まず水苔をちょっと水につけています。これを戻して鉢の底にちょっと入れます。スリットバスケットこれリサイクルしたスリットバスケット少々汚いんですけどこれを使っていきます。お花の培養土に少し赤玉土を混ぜました。それを入れて水はけを良くしてそれから植えていきます。もう一番前の中心ですね、そこにこのランタナのレッドを入れていきます。ちょっと、土の下の部分根をほぐしてほんのちょっとですね肩の部分を落として、でランタナはすごくしっかりしてるのであまり気をつけなくてもすっすっと入れていくことができます。まずこのレッドを一個おきに中に差し込んでいきます。スリットが5箇所入っているので一番端と真ん中とまた一番端にこの赤いレッドのランタナを入れます。少し土は崩し気味にしたんですけど、まあまり完璧には崩さないようにしてそしてちょっとだけ土を足しました。今2箇所入ってないところがあるんですけどそこにアルテルナンセラを入れていきます。このカメレオンすごいですよね、色合いが。でこれは半分にちょうど株が分かれられたので2つに分けて使います。今まで入れてなかったちょうど間にこのアルテルナンセラを2つに分けたのを入れました。ちょっと賑やかな感じになりました。そしてそのアルテルナンセラの上に今度はイエローのランタナを入れていきます。もうちょっと根を崩してもよかったんですけどまあちょっと、そんなに根張りがいい感じでもなかったので、まあ、そのまま割と形を残した根の感じで入れていって一番底だけ少し崩して肩の土は落としています。
アルテルナンセラはとにかく全部2つにこうやって分けることができたので、とても使いやすかったです。購入するときにこういう葉っぱ類は分けられるものを選ぶといいですね。まあ、涼しげなスリットバスケットというよりは猛烈にビタミンカラーというんですかね、まあ、激しいカラーのスリットバスケットにしていきます。一番トップには毛糸を入れていきます。この毛糸もたくさんの種類が刺さって植わっているので、株を分けて入れていきます。うまく形を整えながら、他の入れたものの根がね邪魔するので、ちょっと小さくほぐしながら間に差し込んでいきました。まあ強い植物なので大丈夫でしょうというふうに思います。株を適当に分けて、一番上にはこの毛糸をもりもりに入れました。でアルテルナンセラが一つ半分が残っていたので、この間にも差し込んで、それから土を入れて、あんまりお箸みたいなのでぐいぐいやらないで、私は指でちょっと押さえていって、入るなと思ったところにはもうちょっと土を足すというやり方で入れていきます。まあ、たっぷり土が入れてあると水をやるときに土がこぼれたりして汚らしいので、最後土を入れ終わったら水苔を周りに入れて、土がこぼれ出ないように土を止めるためにも水苔を入れます。あとスリットで浮かせておくので、真夏に、まあ、水がちょっと枯れっぽくなるので、そんな感じのも水苔を入れておくと、ちょっと乾燥の防止に役立つので、この土がこぼれ出ないように鉢の周りに水苔を入れて土を押さえていって完成です。まあちょっと色合いがすごいよねって自分でも思いながら、長く楽しんでいこうと思って、完成したスリットバスケットを玄関に飾りました。いかがでしたでしょうか。今からご覧いただきます。玄関前にアイアンの椅子にスリットバスケットを結びつけて飾りました。もう他の植物と合わないね、まあまりにも色合いがすごすぎて、なのでちょっと右側に一つだけ置いてみました。いかがでしたでしょうか。この品種改良されたコンパクトに株がまとまるランタナスリットバスケットにおすすめです。よかったら使ってみてください。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。